あーお疲れ様ですポイント活動ポイ活モッピーのお得情報を今日もお届けしましょうたった今ね名指しでメールが入ってきました速果塾さんへおすすめ広告情報をお伝えしますということで楽天電気ねついに来ましたずっと無視していたんですけども楽天電気に振り返ると1万7000ポイントもらえるらしいんですよねで楽天ポイントってね結構メリットが大きいんですよ まあ今私は中国電力と契約してるんですけども楽天電気に切り替えると何が起きるのかということなんですけども実はね基本料金が0円なんですよで電気代はそんなに変わらないと思うんですけども過去最大期のポイントキャンペーン実施中で最大1万ポイント申請もしてくれるという運びになりますまあ細かく書いてあるのは期間限定ポイントなんで6ヶ月後に5000ポイント12ヶ月後に5000ポイントなんで 楽天電気に切り替えて1年ぐらい使ったらどうかってことなんですよでこの楽天ポイントねあ楽天ポイントじゃないなんだっけ楽天電気あるでしょこっちの方使うと基本料金0円なんで基本的に電気代安くなるはずなんですよどうなんですか使ってみないとやっぱわかんないところがありますけどもねまあ普段2万円前後使ってるんでそれがねどういうふうに変化するかってことですよね さあ楽天電気にするとここにはお得って書いてますけどもなんと電気代にもポイントがつくってことなんでこれはね中国電力とは違った特典になると思いますまあ試しに1年ぐらいやってみてもいいかなと思いますんで広告詳細をチェックしてみようかと思いますえモッピーポイントと合わせて最大2万7000相当ゲットのチャンスとりあえず1年やってみるかねえ しかも電気代を使うとポイント入りますからねうーんいいんじゃないかと思いますよこれはえ獲得条件楽天電気を新規で申し込み122日以内に電気供給を開始した方が対象おううーんまあいいじゃないですかこれうんまあねこれご覧の皆さんも 電気の切り替えってのは非常に簡単なんでね、今まで私も何度もやりましたけども、特に工事に誰かが来るわけではないんですよ。手続きをウェブ上とか書類上でやれば、何にも変わらずに、今までの電力供給、全く変わりません。ね。で、発電する電気の質ですけども、それも今までの大手電力会社と変わりません。要するに、電気を作るところ、 電気を売るところ、電電気を送る送るこの3つが私たちが受けてるサービスなんですよね。それぞれに契約が存在します。今回は楽天電気っていうところから中国電力の電気を買うっていう話なんですよ。まあですんで、使う電気は今までと同じということなんですよね。誰から買うかっていうところなんですよね。なんで中間業者が入ると安くなるんですかね。不思議ですよね。はい。まあそんな。 2万7000ポイントをゲットできる、そんな広告の紹介でした。それでは。あ、そうそう。概要欄から、モッピーのまだね、アカウント作ってない方はアカウント作ってくださいね。えさらに、今回の案件の URL も貼っときます。さらに、今回アカウント登録する方は紹介コードを入れてください。私の紹介コードをつけておきます。じゃあ。